第73回歴史講座、妖刀の設立から建武の新政です。先日した承久の乱の後に即位された後堀川天皇でしたが、その血統が次代の四条天皇が任治3年1242年に12歳の若さで崩御されたことで途絶えると、承久の乱の際に中立であられた堤門上皇の子である後嵯峨天皇が鎌倉幕府によって擁立されました。寛元4年1246年に後嵯峨天皇の子の後嵯峨天皇がこの後深草天皇に譲位されて院政を始められると、やがて後深草天皇の同母弟である亀山天皇に譲位させ、さらに亀山天皇のこの義時親王皇太子にされました。その後後鳥羽上皇、後に祝されて法皇となられましたが、後嵯峨法皇が文永9年1272年に皇位の継承者を鎌倉幕府に一任される形で崩御されると、幕府は義時親王郷田天皇として即位させる一方で、次の皇太子を後深草天皇の子である広仁親王に決めました。わかります？要するにね、幕府の朝廷によって後深草天皇の血統である自明院統と亀山天皇の血統である大覚寺統がまるでキャッチボールのように交代しながら皇位に就かれることになったんですよ。いわゆる両党絶立が続いたことによって、両党は幕府に働きかけて自己の血統に有利な地位を得ようとするなど、やがてお互いに激しく争いになっていきました。でそんな両党絶立が続く中、対立状態を解消するとともに、我が国は天皇が国家統治の大権を持つという自明のことを武士たちに示し、政治の実権を幕府から取り持つことをかねてより念願とされていた大覚寺統の後醍醐天皇は、北畠親房などの有力な優秀な人材を積極的に登用されます。ちなみに天皇の追号は崩御後に決められるものですが、平安時代の醍醐天皇による縁起の地を理想とされた後醍醐天皇は、自らを後醍醐と追号されるのに生前からお決めになっておられました。ご自身の理想の高さと強い決意の表れと判断すべきかもしれません。さて、後醍醐天皇が新政を始められた頃の鎌倉幕府といえば、14代執権の北条高時や内官令の長崎高助による独創専制政治が行われる一方で、分割相続などによって御権の急降下が進んだことで幕府に対する反発が大きくなっていました。でこれを好機と思われた後醍醐天皇は倒幕の計画を2度も進められましたが、いずれも失敗され、幕府によって起きようと逃されました。なお元寇4年1320年に起きた1回目の倒幕は小中の変と呼ばれ、2回目の元寇元年1331年は元寇の変と呼ばれています。後醍醐天皇が沖に流された後、鎌倉幕府は自明院統の皇后天皇を皇位に立てましたが、後醍醐天皇が退位を拒否されたため、お二人の天皇が並立されることになり、これが後の南北朝時代のきっかけとなります。さて、後醍醐天皇が京都から追放されてしまわれたものの、この森吉親王が父の位置を継ぐべく諸国の兵を募って幕府に抵抗し続けたほか、幕府に対する武士団という意味の悪党の一人であった楠木正成は、河内の赤坂城や千葉城に立てこもって幕府の大軍と戦いました。正成はわずかな兵で幕府に抵抗を続けましたが、その貢献とは絶大でした。なぜなら鎌倉幕府は武家政権ですから、大軍で攻め込みながらわずかな兵の正成の軍勢に勝てないということは、それだけ幕府の威信に傷がつくからです。事実、正成がしぶとく戦っている間に全国各地で倒幕の軍勢が次第に集まってきました。倒幕の軍勢が自然と増加していった大覚寺との元寇3年、自明院統の勝共2年1133年です。後醍醐天皇は右京を脱出され、弘毅の名は長利を頼って挙兵されました。この事態を重く見た幕府は、北条氏と隕石関係にあった有力御家人を現地へ派遣しましたが、その御家人こそが足利尊氏でした。この頃の尊は高い氏です。足利尊氏は清和源氏の一族だった源の義家の子孫であり、北条氏の御家人の中でも名門の出身でしたが、鎌倉幕府の威信が地に落ちた現実を見極めた尊氏は、幕府に背いて謀反を起こすことを決断しました。尊氏は他の反幕府勢力を率いて京都へ入り、大覚寺統の元寇3年、自明院統の勝共2年1333年旧暦5月7日に六波羅探題を滅ぼしました。同じ頃、尊氏と同じ源義家の血を引く新田義貞も皇付けで
倒幕の兵を挙げて鎌倉へと向かいました。義貞は鎌倉を脱出した高氏の子の千住王、後の足利義昭と合流し、一緒に鎌倉を据えました。旧暦5月18日には北条氏最後の執権である第16代の北条盛時を滅ぼし、22日には徳宗の北条高時や内関連の長崎高助らを自害に追い込んで、源頼朝以来約140年続いた鎌倉幕府はついに滅亡となります。鎌倉幕府が倒れた後、直ちに京都へ戻られた後醍醐天皇は光厳天皇の御即位を否定されたほか、摂政や関白を置かれず、天皇親政の下で全ての土地の所有権の確認に天皇の臨時、つまり命令書を必要とさせるなど、天皇に権限を集中させた新しい政治を始められました。しかし当然のごとく、あまりに多くの案件が天皇ご自身に殺到したため、現実には中央の機関として行政や司法などの重要な政務を司る記録書や土地に関する訴訟を扱った雑訴決断書などが置かれました。なお雑訴決断書は旧幕府の引き付けに相当します。この他にも北条氏を滅ぼした勲功に対する恩賞を定めた恩賞型や軍事や警察を司る武者所が置かれたほか、地方にはこれまで通り国司と守護が並んで置かれました。また軍事面では天皇ご自身が軍隊を持ちでなかったため、この森吉親王を征夷大将軍に任命されたほか、旧幕府の本拠地だった関東や東北にはそれぞれ鎌倉将軍府や陸奥将軍府が置かれました。で、後醍醐天皇によるこれらの新しい政治は、幕府滅亡の翌年1334年に定められた建武という年号から建武の新政と呼ばれています。さて、主君に絶対の忠誠を誓うとともに徳のある者が天下を制するとした朱子学を熱心に学ばれていた後醍醐天皇にとって、領土を徹底によって皇位の継承が不安定になることや、朝廷から政治の実権を奪っていた鎌倉幕府の存在は到底許さざるものでした。ご自身が幕府を倒すために何度も倒幕の兵を挙げられ、結果として建武の新政が実現できたことは後醍醐天皇にとってはいわば当然のことであり、このままご自身の新政が永遠に続くとお考えでした。しかし後醍醐天皇に味方して幕府を倒すのに協力した武士たちは、勢力が衰えて政治を任せられなくなった幕府の代わりに他の武士による新しい組織のもとで、これまで通りの武士による政治を続けることを望んでいたわけじゃないですか。それなのに後醍醐天皇は皇族や公家のための政治のみを実行されるのみならず、これまで守られてきた土地の所有権など武士の権利をないがしろにされてしまった。このことで建武の新政に対する武士たちの不満が次第に高まっていったんですね。かつての平家による政権が貴族化した際もそうであったように、いくら武力などで世の中を支配したところで、それが国民の理解を得られなければ、その支配は絶対長続きできないですよ。で、今回の場合も当時の国民の代表たる武士の期待に応えられなかった建武の新政にはやがて限りが見え始め、そんな不穏な空気を察したかのように、後醍醐天皇から最高の栄誉を受けたはずの一人の武士が反旗を翻したんですね。鎌倉幕府を裏切って京都の六原三代を滅ぼした足利尊氏に対し、後醍醐天皇はその勲功を称えて、ご自身の諱、つまりお名前からである高春から一時お与えになって高氏と名付けました。この時に尊敬の尊氏になったんですね。で、このように身分の上位の人間が下位の人間に対して自分の名前を一部与えることを偏気と言います。なおそれまで名乗っていた高氏の高は実は北条高時から同じように偏気を受けていたんですね。いずれにせよ、天皇が身分の低い者、ましてや汚れた者として虫けらのような存在だった武士に対して偏気を受けさせるというのは空前絶後のものでした。しかし高氏が本当に欲しかったのは征夷大将軍の地なんですね。で、目指していたのは武士のための政治を自分が行うことでした。源義家を血を引く武家の名門の子孫である自分自身こそが北条氏に代わって政治の実権を握るふさわしいと考えていたわけです。で、そんな折、建久2年1335年に北条高時のこの北条時行が関東で中仙台の乱を起こし、一時は鎌倉を占領しました。高氏は乱の鎮圧を口実に後醍醐天皇の許可を得ないまま鎌倉へ向かって時行軍を追い出すことに成功すると、なんとそのまま鎌倉に留まって独自の恩賞を与え始めるなど、後醍醐天皇から離反する姿勢を明確にしました。高氏の謀反に激怒された後醍醐天皇は新田義貞に高氏の追討を命じられましたが、
尊氏は吉沢軍を打ち破るとそのまま京都まで攻め戻りました。しかし奥州から北畠千草が入居すると朝廷軍は勢いを盛り返し、敗れた尊氏は九州へと落ち延びました。都落ちした尊氏でしたが、九州で兵力をまとめると自明院党の、黄金上皇から院宣を受け、自らの軍の正当性を確保した上で再び京都を目指して登場しました。尊氏の動きに対し後醍醐天皇は楠木正成に摂津の港川で、尊氏軍を迎え撃つよう命じられましたが、正成は尊氏に敗れて自害しました。いわゆる港川の戦いのことです。尊氏が再び京都を制すると後醍醐天皇は比叡山に逃れられ、黄金天上皇の弟にあたる光明天皇が新たに即位されたことで、再びお二人の天皇が同時にご即位されることになりました。後醍醐天皇は京都に幽閉された後、尊氏との和睦に応じ、天皇であることを証明する三種の神器を光明天皇に渡されましたが、その後に隙を見た京都を脱出され、奈良の吉野へ向かわれました。そして吉野に到着された後醍醐天皇は光明天皇に渡された三種の神器は偽物であると宣言されて、新たに朝廷を開かれた後、南朝の延元4年、北朝の略王2年1339年に崩御されました。かくして京都の朝廷、いわゆる寿命院党と吉野の朝廷、大覚寺党とが並立し、以後約60年にわたって争いを繰り返す南北朝の動乱が本格的に始まったことになるんですよね。